年前、お金がなかった僕は最も効率のいい英語勉強法として英語で日記を書くことを決めました。参考書も英会話スクールも語学留学もしていません。今日は英語日記が僕の人生を変えたという話をします。今この会場にも英語が話せるようになりたい人多分たくさんいると思います。僕もそうでした昔。でも1年間の語学留学の平均費用って300万円って言われてるんですよ。だから僕はたくさんバイトしました。絶対に留学して絶対にお金を貯めて英語が話せるようになりたい、たくさんバイトしよう。でもある時気づいたんです。ちょっとお金を貯めなきゃ。でも英語を話したい人が一番初めにやる努力がお金を貯めるようになるのってちょっとおかしいんじゃないかと思います。毎日本当に3つぐらい掛け持ちでバイトしてるんですけど、これが本来叶えたい夢である英語が話せるに直結する感じがしなかったんですよね。で僕はすごく初歩的なんですけど、こんなことを考えるところからスタートしました。自分はなんで英語が話せるようになりたいんだっけ、話せるようになるとしたらどのくらいの英語力が必要なんだっけ、もう勉強じゃなくてこの考え方なんですけど、こういうところを考えるところから僕の英語勉強はスタートしました。そしてこう思います。そもそも英語が話せるって何だろう。英語が話せるようになりたい人、なりたかったんですけど、英語が話せる人が何を指すのかが分かってなかったんですよね。こんな曖昧なゴールで僕は英語が話せるようになる人になれるわけがないって思いました。なのでまずは英語が話せるの定義を決める、ここから始めようと思いました。これが僕の英語勉強法の発端です。19歳の時、2013年の8月13日ですね。この日僕の中の英語が話せるの定義が決まりました。実は15歳ぐらいからギターを始めて、ペンズというバンドのボーカル、つまりミュージシャン、バンドマンとして今も活動してるんですけど、この日高校生の頃からすごく憧れてたアメリカのバンドが日本に来日する、その来日ツアーに僕のバンドペンズが共演できることになりました。これ感動しました。終演後そのバンドのメンバーに、実は高校生の頃からずっと聴いてたんです、これ絶対伝えたかった、せっかくアメリカから来てくるわけですから。で僕は実際に言った言葉は I listened まで言ったところで、あれリッスンだと過去形だからただ聞いたになっちゃう。ずっと聞いてた、この時勢ってどうやって表すんだっけ、もう頭がパニックになっちゃって、憧れの人もいるんで結局何も言えませんでした。家に帰ってあまりに悔しいから家に帰って調べました。僕が言いたかった英語は I've been listening to your music since I was in high school、 高校生の頃からあなたの曲ずっと聞いてます、これが言えるようになればよかったわけです。もうよく見てみたら全然難しくないですよね。中学文法でもいけそうな。こうやって冷静に考えたら出たはずのフレーズが僕は瞬時に口から出すことができなかったわけです。逆に言うと、もしこのフレーズが瞬時に出ていたら僕はその場における英語が話せる人には慣れてたってことですよね。ちょっとずつ英語が話せるの定義が明確になってました。それまでの自分は一般的に言われているように教科書例文をたくさん暗記してました。でも実際の生活でその教科書例文を使うことって起こらなかったんですよ。無意味じゃないんですけど、言うときはいちいち自分の言葉に入れ替えて言わなきゃいけませんでした。例えば used to っていうフレーズがあります。すごく便利なフレーズです。かつて何とかしていた、僕はこれを教科書の通り She used to play the piano for 3 years って覚えてました。でも実際に使うときはI used to play the guitar for 7 years って言わなきゃいけなかったんですよ。この言い換えに時差が生じて言葉に詰まりました。こう思います。最初からそもそもオリジナル英語フレーズに入れ替えた上でその例文を覚えた方がいいんじゃないか。そこから僕は教科書の例文を見るたびに主語を I に変える、目的語を自分のことに変える、数字があったら自分の数字に変える、そんな感じで置き換えて自分オリジナルフレーズをどんどん覚えることから始めました。
すると、そのオリジナル英語フレーズを英語として出したときに会話が成立してっていく事実に気づいたんです。英語が話せるっていうのはすぐに言えるオリジナル英語フレーズの引き出しが多いことだったんですよね。これは素晴らしい発見でした。で、僕の英語が話せるマシーンが完全に決まりました。英語が話せるとは、今言いたい英語フレーズが瞬時に出てくる能力。海外留学してるとか外国人の友達が多いとかじゃなくて、今言いたい英語フレーズが瞬時に出てくる人を僕は英語が話せる人と決めました。そして僕はいつか自分が海外に住み始めたらどんなことを言いたくなるんだろう、それを考えるところから始めました。いつか自分が言いそうなオリジナル英語フレーズって何だろう。そしたら2つの共通点があることに気づきました。一つは、日頃自分の身に起こること。例えばカナダ、アメリカに住み始めた時に現地の友達ができます。何を話すんだろう。今日仕事どうだった、週末何するの、こんなこと多分話しますよね絶対。そうか、日頃自分の身に起こる出来事を英語で言えるようにしたら、こういった問いにすぐに答えられる。次、日頃自分の頭で考えていること。よく日常会話が英語で言えるようになりたい人がいると思うんですけど、日常会話って人によって絶対違うんですよ。例えば学生の方多いと思うんですけど、大学生の日常会話は何だろうな、授業の単位が取れるか心配だ、こんなことが日常会話になり得ます。でも一方で子育てをしている方とかは、子育ては大変だけどすごく楽しくて、こういうのが日常会話になり得ますよね。全然違うんですよ。自分が自分の頭で日頃考えていることを英語で言えるようにしなきゃいけない。なるほど。日頃自分の身に起こることと日頃自分の頭で考えていること、これってもしかして日記じゃないかと思ったんですよ。日記に書くぐらいパーソナルな出来事を全部英語で言えるようにしていけば、自分にとっての英語が話せるを最短距離で叶えられるんじゃないかって気づいたんです。分かった、今日から英語で日記を書こう。それから今に至るまで5年間ぐらいほぼ毎日英語で日記書いてる。英語日記の習慣を通して叶った夢が5つあります。まず1つ目がカナダライブツアー。最初に話したように、僕は来日、アメリカからの来日バンドとのツアーで自分が言いたい英語が話せなかったことにショックを受けて英語勉強を始めます。で、ついに数年越しに今度は大リベンジですよね。僕がカナダでライブをするんですよ。この時も英語日記で覚えた自分の身の回りのフレーズを披露するようにどんどん話しました、ライブで。これが実際のライブの写真です。もうめちゃくちゃ盛り上がりました。5組中2バンド目なのにアンコール来ました。日本じゃ怒ったことないです、こんなの。やっぱり日本人は英語が話せないって世界的な共通認識があるんで、そんな中で当時21ですね、20歳かな、こんなちっちゃいジャパニーズボーイが、まあ、それなりにうまい英語を話してる、なんかその事実に、音楽よりもその事実に感動してくれた僕ってめちゃくちゃ盛り上がりましたね。次、僕は学校に通わない留学、これを英語日記によって叶えることができました。学校に通わない留学、留学って学校に行くことじゃないのって思うかもしれないんですけど、僕はもうこのカナダツアーがあまりにも素晴らしい経験だったんで、その翌年からバンドを活動休止して、僕立教生です、この立教大学も休学してカナダに住み始めることを決意します。で、次なる目標を、カナダでデザイナーとして生計を立てる、これに決めました。実はバンドグッズを作るためにデザインスキルが必要で、同時期にデザインの独学も始めてました。これは最近描いたイラストなんですけど、その当時は自分のバンドグッズを作るぐらいで特別これが仕事にはなってなかったんです。でもカナダに行ってこのデザインスキルが仕事になったら、前年のカナダツアーを超えるぐらいの素晴らしい経験ができるんじゃないかと思って、僕はカナダでデザイナーとして生計を立てる、これだけを夢見て一人で旅立ちました。でも当たり前ですけど、ジャパニーズボーイ、一人のジャパニーズボーイにいきなり仕事が舞い込んでくるわけありません。まず僕は毎日カフェに行きました。
英語力がまだまだ足りないってことも住み始めてから気づいたんで、まずはカフェ、好きなカフェに行けるだけ行って毎日英語で日記を書きました。隣のカナダ人に英語の質問をしたりしました。英語教えてもらって無料です、全部。コーヒー代はかかりますけどね、2ドルくらいです。でもさっき言ったように語学留学平均300万です、1年間。もう本当に何分の何分の1ぐらいの費用で、僕は学校に行かない留学っていうのを発明しました。こんな生活を、結局1年半からんで住んでたんですけど、こんな生活を進めるにつれて、僕はカナダでデザイナーとして働くことができるようになります。カフェとカフェの間に全身自分でデザインしたグッズを着てアパレルストアに行くのを趣味にしてました。で、あるアパレルストアのオーナーがマキシムって言うんですけど、彼すごいかっこいいキャップだねって話しかけてくれたんです。で、僕は英語日記で覚えた自分の身の回りフレーズをガンガンに使って、これが自分でデザインしたんだ、自分はミュージシャンで今夢を持ってカナダに来て、こんなことを彼に伝えました。そしたら彼はすごく気に入ってくれて、じゃあリオのグッズをうちのアパレルストアで販売しよう。で、僕の初めてのカナダの仕事は、自分のデザイングッズをカナダのモントリオールのアパレルストアで販売するところから始まりました。でもこれだけじゃやっぱ生計は立たないんですよね。次に僕がしたこと、世界中のクライアントと仕事をすることができました。しかも英語日記を使って。どういうことかというと、それまで勉強のために書いてた英語日記に、その日の日記の内容をイメージしたイラストを書いて毎日インスタグラムで発表し始めました。で、その時絶対にグラフィックデザインとかイラストレーションとか英語のタグをつけるんです。時間かかったんですけど、ちょっとずつちょっとずつ世界中のいろんな企業が僕の英語日記イラストを見て仕事を頼んでくれるようになりました。もうたくさんしました。アメリカ人のアーティストたくさんあったな。グッズデザインとか CD カバージャケット、CD ジャケットのデザインとか、あとは韓国の音楽レーベルの YouTube を全部デザインするとか、ロゴとかチャンネルの画像とか、あと中国のホテルからロゴデザインの依頼と館内に飾るイラストの依頼とかも来ました。本当にいろんな仕事がインスタグラムを通して来るようになりました。僕はカナダにいて当初の夢だったデザイナーとして生計を立てるを叶えることができました。全部英語日記のおかげです。最後、本を出版しました。何の本でしょう。英語日記の本です。カナダ生活が始まって1年ちょっとが過ぎたあたりで、もうかなり英語を話せるようになったんですよ。しかもここまでお金はほとんど使ってないです。英語日記勉強法が素晴らしい。そして僕はカナダでこうやって働くようになった経験をどうにかして昔の自分のように葛藤している人に伝えたいと思ってブログを始めました。そしたらそのブログが英語独学の検索ワードで Google 1位になりました。ついこの前まで2年ぐらいずっと1位でした。この奇跡のようなことが起こりました。で、それがきっかけで左右社という出版社の方からお声かけをいただき、つい先週です、1週間前本を出版しました。タイトルは英語日記ボーイです。もうまさしく英語日記が僕の人生を変えています。今の僕がやりたいこと、それは英語日記を留学英会話スクールに続く第3の選択肢にしたいと思っています。5年前の自分のようにお金がないけど英語話せるようになりたいって人絶対今もいると思うんですよ。確かにお金をかけていく語学留学も素晴らしい勉強法だと思います。でもある程度まとまったお金がないと英語が話せるようにならないんでしたっけ。そんなことないですよね。僕は5年間の英語日記の習慣を通して語学習得とはお金じゃなくて環境づくりによるものなんだって気づいたんです。だから英語日記を書く習慣をつけたら本当に誰でも話すようになる。僕はこの事実をね、もうどうしても伝えたい。5年前の自分のような人に本気で伝えたい。だからブログも始めたし本も書きました。もう大変でしたよ。ミュージシャンとイラストレーターやりながら本書くのをね、本当大変だった。もうやっと先週出せました。本当に嬉しい。2年かかったんですし、でも本気でねこの考え方を伝えたい。お金がないとき僕はアイデアを使います。悩みが生まれたときまた僕はアイデアを使います。アイデアが常に優先順位の1位にあれば、もしかしたら人を傷つけちゃうかもしれないような妬みとか卑屈になる感情とかそういうのが生まれないんです。生まれたとしてもアイデアが一番上にあるから、アイデアでどうやって解決しようか、これをずっと考える。これが僕の念頭にずっとあります。
英語日記の勉強も本当に素晴らしいと信じています。多分僕はこれが終わったら今日も英語日記を書けます。本当に貴重な機会で素晴らしい経験だったので、いい英語日記が書けると思います。よかったら皆さんも今日から英語で日記を書いてみませんか。ありがとうございました。